だ仕事は残ってんだ。例の急ぎの搬入がある。そろそろ着く頃だ。しかしケータリングってのは忙しいな。文句言うな。入りもいいし、その辺の店じゃ一生会うこともないような有名人に自分が作ったものを食べてもらえるんだぞ。分かったよ。お前がこの仕事を気に入ってるのはさ。ただ俺はこのために料理学校を出たわけじゃないんだよ。
始末。